Defense Mission 2004.防衛庁自衛隊は発足から50周年を迎えました。これからご覧いただくのはその節目の年となった平成16年の防衛庁自衛隊の活動記録です。イラク人道復興支援活動が本格化。イラク人道復興支援特措法に基づき、イラクへの人道復興支援活動が本格化した平成16年、陸海空自衛隊はイラクの復興と平和のために、我が国から8000キロを隔てたイラクやクウェートに赴きました。イラク人道復興支援活動は主に給水、学校などの公共施設の復旧・整備、医療支援の3つを柱に行われました。第一次派遣部隊は平成16年2月に現地入り、サマーワの宿営地建設と並行して現地の病院などへの医療支援を開始。3月末からは学校など公共施設の修復と運河の水を浄水しての給水支援など精力的な活動を軌道に乗せました。4月、ユーフラテス川の増水に際しては氾濫対処を行い、航空自衛隊輸送機による緊急援助物資の輸送活動も展開しました。航空自衛隊は輸送機による人道復興支援関連物資などの輸送を陸上自衛隊と連携しながら行い、海上自衛隊は輸送艦により現地で使用する車両の輸送を行いました。5月、第一次派遣部隊から第二次派遣部隊に指揮権が移譲され、二次隊が活動を開始。航空自衛隊は交代する隊員を空輸しました。二次隊はサマーワオリンピックスタジアムの修復や、世界最古の都市遺跡ウルク遺跡の外柵補修という新たな工事にも着手しました。この遺跡はフセイン政権崩壊後、盗掘などが相次ぎ、文化財保護の早期対策が望まれていたものです。8月、第三次派遣部隊へ引き継がれた人道復興支援活動。現地では日中50度にもなる酷暑により、車両や機材の消耗が激しく、整備面での負担が拡大。さらに同時に複数の学校、道路などの補修が行われたため、業務も増大しました。隊員たちは地元の子どもたちとの交流会なども積極的に開催。時には隊員が食事会に招かれるなど、地元市民との交流も盛んに行われました。12月、活動は第4次派遣部隊に引き継がれ、精力的に活動しました。12月9日には自衛隊の派遣期間の1年延長が閣議決定されました。日本のイラク人道復興支援活動には大勢の地元の人々から喜びの声が寄せられ、内外からも高い評価を得ています。平成16年12月末までの給水量はおよそ5万トン。学校など公共施設の復旧・整備を実施。サマーワの無産な中学校などが完成しました。また、医療機関での医療技術指導は地元の人々の健康増進に大きく寄与しています。新防衛大綱の策定。12月10日、政府は今後の我が国の安全保障政策や防衛力の在り方などを取りまとめた新しい防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画を策定しました。
新防衛大綱は、新たな脅威や多様な事態に実効的に対応すること、国際的な安全保障環境の改善のために国際平和協力活動に主体的に取り組むこと、本格的な侵略事態への対処にも万全を期すことが必要であることなどを盛り込んでいます。さらに大綱では、弾道ミサイル攻撃に対して BMD システムの整備を含めた必要な体制を確立することにより実効的に対応することとしています。 BMD システムとは、弾道ミサイルを発見追尾するためのセンサー、弾道ミサイルを迎撃するためのウェポン、センサーとウェポンをつなぎ合わせるための指揮統制通信システムなどからなるものです。このシステムは、弾道ミサイル攻撃に対し代替手段のない唯一の手段であり、専守防衛を旨とする日本の防衛政策にふさわしいとして、平成15年12月の安全保障会議、そして閣議で導入を決定しました。平成16年度予算で総額およそ1068億円を計上しています。平成16年日本の防衛トピックス。平成16年防衛庁自衛隊のその他の主な活動をダイジェストで紹介します。防衛庁自衛隊50周年記念式典。9月8日、防衛庁自衛隊50周年記念式典が防衛庁で開かれ、小泉首相ほか歴代防衛庁長官、現役の防衛庁自衛隊の幹部らおよそ650人が出席、50周年を祝いました。また航空自衛隊も陸上海上自衛隊に続き、昭和29年7月の発足から創立50年を迎え、中央式典や空軍参謀長等会議の実施、米空軍サンダーバーズの招聘など各種記念行事が執り行われました。平成16年の国際平和協力業務。平成14年2月の第一次派遣施設軍から開始した東ティモール国際平和協力業務は、国連の活動が大幅に縮小されたことに伴い、平成16年6月に第4次派遣施設軍でその活動を終了しました。2年3ヶ月にわたった活動は諸外国から高く評価され、東ティモールの国づくりに大きく貢献して幕を閉じました。平成8年1月の第一次派遣部隊から開始したゴラン高原国際平和協力業務は、すでに8年以上続き、12月末現在、第18次派遣部隊が活動中、物資輸送や道路の補修など後方支援に当たっています。大野新長官防衛庁着任。9月27日に発足した第二次小泉改造内閣、石破茂前長官に代わって第66代防衛庁長官に大野義則衆議院議員が就任しました。相次ぐ災害、各地に災害派遣。さまざまな災害に見舞われた平成16年、京都府の養鶏場で鳥インフルエンザウイルスに感染した鶏を確認、3月4日には自衛隊が防疫作業などに当たりました。7月12日、記録的な集中豪雨に見舞われた新潟県で、陸上自衛隊、航空自衛隊救難隊が救助活動を行いました。延べおよそ3300人が出動、およそ2000人を救出。福井県での豪雨災害でも捜索救助活動を行いました。9月1日、
群馬長野県境の浅間山の噴火に伴い、陸上自衛隊、航空自衛隊が偵察活動を実施しました。平成16年は台風被害も多く、自衛隊は各被災状況に応じて捜索救助活動、給水支援、災害復旧活動などを展開。1年間の台風災害で派遣された人員は延べ1万5000人に上りました。10月23日、震度7を観測し甚大な被害をもたらした新潟県中越地震。災害派遣規模は延べ12万5000人に上りました。中国籍潜水艦に海上警備行動発令。11月10日早朝、海上自衛隊哨戒機が中国籍潜水艦の我が国領海内における潜水航行を確認。大野防衛庁長官は小泉首相の承認を得て海上警備行動を発令しました。インド洋での燃料補給活動。 9.11 テロによってもたらされている脅威を除去するため依然継続している諸外国の活動。そんな中、テロ対策特措法は11月1日に施行3年を迎えました。この法律に基づき、インド洋に派遣された海上自衛隊の護衛艦、補給艦などはこれまで延べ42隻に上りました。拉致被害者家族5人を空輸。日朝首脳会談に臨む小泉首相らを乗せた航空自衛隊の政府専用機は5月22日羽田を出発。会談終了後、日本への帰国が決まった拉致被害者家族5人を乗せ羽田空港に着陸しました。スマトラ沖地震で被災民の捜索救難。テロ対策特措法に基づく活動から帰還中の護衛艦と補給艦が大津波の被災民の捜索救難のため活動。その後、陸、海、空、自衛隊もインドネシアなどに展開し、平成17年3月初旬まで援助活動を継続しました。平成16年、武力攻撃事態等への対処に関する取り組み。世界各国における大規模テロの多発、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散など、予測困難で複雑多様な脅威が広がる国際安全保障環境。そんな脅威に迅速かつ適切に対処するため重要となるのが、法制面や運用面など普段からの十分な体制の整備です。防衛庁では長年有事法制について検討研究を重ねてきました。その研究成果を踏まえた武力攻撃事態対処関連三法が平成15年6月に成立。この成立を受けて平成16年6月14日に与野党の賛成多数で可決成立したのが事態対処法制関連7法と関連3条約です。事態対処法制関連7法と関連3条約は、国民の生命などを保護し国民生活などへの影響を最小にするための措置、自衛隊や米軍の行動が円滑に行われるために必要な措置などが適切かつ効果的に実施されるよう、武力攻撃事態対処法の枠組みのもと定められた個別の法制です。これらの成立により、先の武力攻撃事態対処関連三法と合わせ、我が国に対する武力攻撃など国や国民の平和と安全にとって最も重要な事態への対処のための法的基盤が整うことになりました。防衛庁自衛隊の発足から50周年を迎えた
平成16年。それはイラクの人道復興支援活動が本格化した年でもありました。国際情勢が目まぐるしく変わる中、自衛隊に求められる役割も日々変化しています。防衛庁自衛隊はこれからも日本の平和と世界の安全保障環境の安定化のため、進むべき道を見据えながら活動を続けていきます。